んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマはクレーマーを滅ぼすです。接客業をやっているとクレーマーに出会うことがありますよね。例えばカフェですと、コーヒーが熱いのは分かっているのに熱すぎる、やけどしたと言って怒ったり、自分が壊したのに壊れてたと言って文句をつけたり、それから最近ではマスクをつけてくださいというような店のルールを断って文句をつけたり、それからこちらが謝っても謝り方が悪いと文句をつけたり、こちらとしては SNS に悪いことを書かれると困りますからひたすら謝りますが、でもなかなか許してくれません。なんでこんなティラノザウルスのような人に謝らないといけないんでしょうか。実はあなたがクレーマーに困らせられるとしたら、あなたが謝る必要があるからなんです。もちろんクレーマーに対して謝るというのが必要なわけではないんです。一体誰に対してあなたは謝らないといけないんでしょうか。それを謝っていないからこのようなクレーマーが来てあなたが謝る羽目になります。誰に対してかを見つけるには、クレーマーが理想的に謝るとしたら何と言うだろうかを想像してみる必要があります。例えばこんな感じです。コーヒーが熱いのは当たり前なのに、それをあなたのせいにして申し訳ありませんでした。こんな感じですね。実はこれはあなたが子供の頃に言うべきセリフなんです。誰に対してでしょう。もちろん大概親ですね。あなたはこんな風にずっと親をなじってきたということなんです。おそらく中高生になっても同じようにこんなめちゃくちゃなイチャモンを親につけていたということでしょう。ですからこのクレーマーの姿はあなたの過去の姿なんです。あなたが未だに親に謝らないので、謝らないといけない状況が次々とやってきてクレーマーに困らせられるということなんです。ですからクレーマーを滅ぼしたければ、あなたが同じような状況で親に文句を言っていたことを謝らなければいけません。親なんだから少しぐらいいいじゃないと思っていませんか。その態度がクレーマーを作っているんですよ。親こそはあなたが一番大切にしないといけない存在なんです。あなたに何の見返りも期待せずにずっと世話をしてくれた人なんですから、言いたい放題のひどい言葉を言っていいはずがないんですから。ということで今日はこれを直しましょう。いつものように目を閉じて自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてあなたに話しかけます。あなたはクレーマーにいつも文句を言われてつらいよね。自分は悪くないことだったり、自分には関係のないことだったりしてもイチャモンをつけられるんだよね。そしてあなたが謝らざるを得なくなる。ちゃんとやっているのにわがままな客に困らせられているよね。悔しいね。仕事が嫌になるね。大人の自分はあなたに教えに来たよ。あなたがクレーマーに困らせられるのには訳があるんだよ。あなたはお母さんやお父さんにいつも文句を言っていたよね。あれが欲しいの、これじゃないとか、暑いだ寒いだとか、お店が閉まっていても今すぐ買ってとか、いつも無理難題をお母さんお父さんに言っていたよね。本当に困ったことだよね。あなたがそんなにお母さんやお父さんにめちゃくちゃなことを言って困らせるから、今あなたがモンスタークレーマーに困らせられているんだよ。あれは過去の自分の姿なんだよ。そしてあなたが親に未だに謝らないから、あなたはクレーマーに
謝らざるを得ない状況を作り出しているんだよ。当時のお母さんお父さんはあなたのようにお金をもらって世話をしていたわけじゃないよね。純粋にあなたが大切だからあなたを世話してしつけていたんだよ。それなのにあなたはあれが足りない、これがダメ、もっと違うものが欲しい、今すぐじゃなきゃ嫌だという要求が多くてすごく困らせたよね。その上お母さんが注意すると今度は泣き出して手に負えなかったよね。お母さんがどんなに苦しかったかわかる？外で泣きわめいてお母さんとお父さんにどれだけ恥をかかせたかわかる？だから今あなたがクレーマーに恥をかかされているんだよ。だからお母さんとお父さんに謝りなさい。わがままを謝りなさい。文句をつけるのをやめなさい。今まであなたが親にしてきたことは巨大なモンスタークレーマーだと知りなさい。そして親がどんなに苦しかったかを知りなさい。心の底から謝りなさい。お母さんお父さん世話をしてくれているのにわがままに文句ばかり言って人前で恥をかかせてごめんなさい。そして大きくなってもそれを謝らなかった自分を許してください。申し訳ございませんでした。心の底からお詫びいたします。